ちょっと子供、おダメじゃんこれ。 始まりました。のんびり農家です。ちょっと遅れてしまったんですけどね。えー、見ていきたいと思います。ああ、めっちゃ増えたね。ああ。で、牛もいるんだよ。鶏も。村の名前も決まって。うん。うん。いつも通りなんだね。それでいいよ。あ、鳴ってるぞ。え、またあ 北た魔王国ドラゴンとかね前回ちょろっと出てきてたじゃんいや、だからこれ、いや、死者って言ったな。やることになるわけじゃないか。前回だって散々怯えてたもんね。だから和平を望んで先手を打ってきたというか、 そういう感じなんじゃないこのまんまば、見つかるまで静かにしているより、もうだったら先にこっちから動き、動いて、もうこの村と仲良くしようよっていう方向で、魔王のその国の側っていうか、あれは考えに至ったんじゃないかな。 いやもうそれだけほんととんでもないね。今この村というか、まあ開くなんだけど。もうこの村長さんが半端ないっすなゲイボルグ売ってたけど、前回。いやだからドラゴンもね、出てくるんじゃないのこの二つが今回来てみたいな話になりそうな気がするな <laughs>。ますますだぜ <laughs>。ますます発展していくよ。異文化交流というか。 でも物々交換とか、情報交換とか、まあ、人材の交流とかね、まあ文化的にいろいろ外からの情報も聞けるだろうし、まあ、いい傾向なんじゃないうん、来た。うん、しっかりした格好で。うん。うん、頑張れ。うん。 うん、山頂、うん、警戒した動いたら。これはおおなんだルールーシーのこの反応。おお、魔王から。ああ話し合い。うん。ってことはこれはあれかうん。 そういう感じかいや、それはないんじゃないそういうのは言えないでしょう。うん。この二人に話聞こう。うん。うん、ビシッと。うん。ああ、収穫物。 いや、ここのもの美味しいからそれこそ喜ぶんじゃないうん。この反応は、ちょっと低く見積もりすぎた。えあ <laughs> <laughs> むしろ払ってくれんの的な感じ <laughs> こんな話するつもりじゃなかったんじゃないねえ。 あげなくてもよかったのかも、いろいろ。<laughs> やばいやばい、これ。<laughs> けど、周り何も言わないね。うん。うん。ああ、お酒ね。うん。うん。うん。お土産何 そして、あれはうん。悪くない。ああそうか。じゃあ、収めといた方が良かった。じゃあ、1割って最高じゃん。うん。うわあ !5 割、6割。うん。 うん。だからあんま強く出られてもね。うん。うわあ、最高。<laughs> 最高じゃん。うん。うん、手土産。万能薬。うん。まあ、逆に驚きなんだね。 うん。もう独立しちゃってもいいくらいの実力なんだよ。うん。ノートは言えないだろう。うん。やっぱこの二人すごいんだね。うん。ははは、ルフね。<laughs> ここも。<laughs> いや、それこそ座布団とかもいるし。うん。 皆殺し天使あ、グランマリアだっけ名前。なんか、そんなすごいんだ。うん。<laughs> 断れないね <laughs>。だから、1割でも納得してくれたんだね。うん。あ、これ何なの何もらったのうん。 なんだろう野菜かなお酒はないよねあ、ああ、りんご。いやー、もう絶対美味しくてびっくりするって。お一口かい。うん、美味しいよねなんだうん。あ、ああ、ザブトンが作ったのかな うん。え魔王クラスなの座布団って。そういうことじゃねえの今の。<laughs> やっぱ、おぉきつさうん。うん、ドラゴン。あ、あの人、うんあ、また手土産。 おなんか凄そうだね、その箱といい。おぉケうん。うん、相当な値打ち物なんじゃないのここもあれか和平というか。うん。うん。 <laughs> だからみんなあれ見てね。<laughs> 挨拶に来てんだ。やべえやついるぞって。ああねえ。これ、汗かいてどうしたのやっぱビビっちゃってんのかなええ <laughs> なんかおかしくないここの関係。指示して。うん、めっちゃでかいよ。うん。<laughs> おかしくないこれ。 なんでこんな、あーだこうだ言われるのほら。実はこっち偉いパターンか。うん。めっちゃ汗かいてる。うん。ここいいああ <laughs> 気に入っちゃったんだね。ああ。いろいろな型 まだなんかあんのか、上が。ドラゴンの上魔王とドラゴンはどっちがあれなんだろううん。まあ、しっかり者って感じなのかなああ、うん。気に入ったんだ。うん。ああ、これ変身しようとしてんの。 一瞬で帰えれんのかと思ったのに。<laughs> いっぱい持ってってる、なんか。<laughs> うん。ああこれから増えそうだね、こういうの。うん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 。 芸品感的な感じはあ。小さい。うん。うん。ああ、隊を組んで。え、そんな。 じゃあ、そういうのも来るんだろうね、これから。いや、また大きくなるね、村が。いや、そして頼もしいね、みんな。もう、その格好で工事って。うん。出迎え体制。うん。<laughs> やべえ。こんなだったのかなこんなだったのかも。 うん。えリザードマンだっけ <laughs> めっちゃ高戦的な人しかいねえ <laughs>。異名をいっぱい持ってるし。うん。うん。ああ。ああ、金ね。うん。うん。あ、ダメ。 ああ、まあ、けど帰るうちにできると思うけどね。<laughs> うん。加えて。うん。まあまあ、いいんじゃないああ、そうだそうだ。この子来てたよね。うん。うーん、見張り。マジっすかうん。えへへ。 いやけど、これ、これで大変でしょう。あ、また乗ってるよ。うん。はも耳来たー。けど、男男ばっか。ああ、いっぱいあるんだね、そういうところが。意外と。うん。おお。 対応が、うまそう。うん。うん。えまだいるのか、隠れて。ああ。ああ、けど男しかいない。<laughs> いや、そこじゃねえだろってか。<laughs> うん。いやー、違うだろ、それは。うん。 うん。うん、もう力の差を見せつけたね。うん。ほ <laughs> この人もすごいよね。<laughs> いや、メイドさんいるって。うん、やっぱ違うね。こういうとき。いやールールーシーさんすごいじゃん。こういうの慣れてんのか。え 勘抜き。気づかないかうん。うん。あ、あったね。あ、それがないってことうん。うん。だからこんなになっちゃったのか。 ワンランクでこんなになっちゃうのね。うん。うん。まあ、あん、あんなレベルみたいな感じなのかな獣人って。まあ、今まで来た人に比べりゃあ、まあ、弱いんだろうな。うん。うん。ああ そこも下げてるんだね。うん。なるほど。しっかりしてるね、みんな。いや、そのなん出さないでしょう。はは、怖えいやー、けどもう十分なんじゃないのこれ。うん。 うん。うん。うん、全員。あ、ああ、出てんの。うん。うん。<laughs> いや、めっちゃ目光らせてるやん。<laughs> うん。うん。まあ、悪い人たちではなさそうな気にするけどね、このキャラ。 うん。うん。千年。いや、それでも、すごい歴史。結構な数いるんじゃない ?500 人いじゃああ。もう何でも言ってくれるやん。 うん。ほう、人間の、それ、えほーん。あ、それで来たの。いや、いいとこ来たんじゃない野菜は美味しいし、お酒はあるし。うん。あ、なんか聞き出そうとかしてんじゃないこんな横にいて。 ああ、やっぱり。うん。もうけど、お酒で緩みまくりじゃん。うん。うーん。いや、こんな可愛い子隣来て、こんな美味しいお酒と食べ物出ちゃったこうなりそうだね。うん。ああ、よかった、よかった。うん。うん。 うん。あじゃあ何を持ってきてくれるかだね。ああ、つーか。貨幣制度みたいなのやんのか。うん。来て。うん、うん、天使族、飛べるじゃん、天使族。 うん。ああこれもありかうん。うん。鉱石。おおいいんじゃないいいんじゃないおんおんいいねおお最高じゃん関係として。 うん。いや、マジでテンポ最高。<laughs> 普通ならこれで何期かかるかくらいやってない。うん。なんだ顔が。ああだから、うーん。で、申し訳なく思ってんだね。うーん。うーん。 やけど、この村と仲良くしてる恩恵、これから受けるんじゃないのもう、もう、開くはいい男だ。うん。この人も本当にいい人そう。うん。1、2、3か。あ、売ってくるってことか、ものを。うん。うん。あ、ティアが行くんだ。 それならもう問題ないんじゃないえ <laughs> いる <laughs> いいのそんなんで。うん。あ、そうなの <laughs> もうほんと気に入っちゃったんだね。もうできればずっといたいんじゃないあー、あー、こりゃもうね、女性の心わかってるね。この人が、あれなんだろうな、スマートなんだろうな。 うん。いや、もうこんな一瞬だろう。しかも最強のボディーガードでもあるじゃん。またこんなドラゴンを輸送手段に使うとかすごすぎじゃねこの村。私、ま、すごい噂が立ちそう。いや、だって飛んでくるんだもん。いや、ほらほら。え、これ、大丈夫警戒されないいや、ほら。 ああ、よかった。見つけてくれて <laughs>。数日後。か帰ってきた。あれどうしたのあの人。何があったのうん。うん。あ、試食。うん。で ああ、それでこんな真っ白になっちゃってんだ。うん。うん。戻った。え、この人面白。うん。あ女の子くんじゃないのうん。二十人いや <laughs> いや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 。うん。だろうね。 ああ。うん。あ、ああ、そうするんだ。まあけど、それがいいよ。このまんまだって、生まれてくる子みんな血縁者でさ、おおかわいい、かわいい。どんな扱いってそういうことよな。いや、そういう表情してるもん。 おうん。おうん。寝床。いや、これもまた誤解が。<laughs> うん。あーあ。うん。あ顔腫れた。またみんな好きになっちゃうんだろうな。村長のことう。うん。おお来たうん。 <laughs> ちょっと、子供、<laughs> もうダメじゃん、これ。あ、あ、ありなの <laughs> もうワインのように熟成させるのね <laughs>。いや、みんな大変。あ <laughs>、終わっちゃった <laughs>。この後あれじゃん。もう10年くらい経ったらまた開くのような運命をたどるんじゃないの。缶抜きの部屋が4つできて、もう日替わりで変わる変わる。 んー大変そうだ。もう、健康な体持ってる開くだからできるけどね。まあ、けど、やっぱ、羨ましい。<laughs> てか、面白いわ。面白いわ、のんびり農家。もうほんと楽に見れるというかさ、気持ちが。で、どん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 ね、毎回勇気で話進むじゃん飽きないよ、この展開。もうなんか、 毎週見たいね。<laughs> 日曜日のさ、夕方とかに。<laughs> いや、こういうの、まあ、ちょっとお色系キャラ多いけど、見た目的に。で、そういう部分もあるけど、もうそういうとこなくせば、子供もすっごい楽しく見れそうだけどね。いや、とうとう来ちゃったね。魔王の国にしても、龍の国というか龍にしても。 もう、これからますます有効範囲がね、広がってって。まあ今の獣人の村もそうだし、そのトラブルがありそうなその人間の村っていうのもゆくゆく出てくんじゃないのここが解決するとか。え研究者と二人のお嬢様 研究者とお嬢様って言えばやっぱあれかなルー・ルーシーとあの妹ちゃんかな醤油とか味噌とかそこら辺なんか開発してくれるとかないかね前にそんなことなんかちょこっと言ってなかったっけフローラはーい。というわけで今回はね、一気に外交の方のお話がね、大きな展開を迎えたんですが、また次回はね、どういうことになるのか楽しみにしておきたいなと思います。次回はね、通常通り金曜日にね、見ていこうと思っています。僕の場合プライムでね、忘れてなければ、ま、10時からのやつ、 入れると思うんでなるべく早くね、配信していこうと思うんで、えー、ぜひ一緒にお楽しみください。というわけで、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。えー、また動画の高評価、チャンネル登録、まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、動画ぶつかお送りしました。バイバイ